スターリング神学クドアラングルに完成した新建物1836年に完成した旧キャンパスの神学校寮、ニューヘイブングリーンにあった神学部ホールイエール神学校またはエール神学校はアメリカ合衆国コネチカット州ニューヘイブン市にあるイエール大学の12学部の一つでキリスト教プロテスタントの牧師宣教師を育てる神学教育研究機関である イエール大学の設立の同期は、プロテスタント改修派進学教育にあり、その後発展した各専門学部はもともとは1822年に設立された進学部にルーツを持っている。1869年以来、神学校として独自のキャンパス、教師陣、学位プログラムを持ち、19世紀半ばからはよりエキュメニカルな様相を呈してきた。 1970年代以来、聖公会のバークレー神学校と提携しており、共同で独立した学位プログラムを提供する教会音楽学校も抱えている。2017年7月には2年間の正式な移行プロセスが完了し、バプテスト派とキリスト連合教会のアンドーバーニュートン人学校が加入した。進学教育はイエール大学の最も早い時期の学術的、 目的であった。イエール大学が1701年に設立されたとき、それはコネチカット植民地の改修派牧師のための宗教訓練の大学であり、その検証では青年は全能の神の祝福を通して芸術と科学を学び、教会と市民国家の両方で雇用に適した人材を育てると規定されていた。新学教授職は1746年に、 設立された。1817年、進学教授職のエレアザ・アルトムソンフィッチは、進学のカリキュラムを授与する学生の要求をサポートし、5年後には、イエール大学によって、イエール進学校が設立された。同じ動きで、第二次大学生の進学者、ナサニエル・ウィリアム・テイラーが、最初のドワイト席の進学教授法に指名された。 テーラーは神学校設立の中心人物とみなされ、1826年に新生言語学者で辞書編集者のチャウン・シー・エーグ・トリッチが、1839年にジョサヤ・ウィラード・ギブス・シニアが加わった。1836年に大学の旧キャンパスに進学部専用の学生寮が完成したが、南北戦争が終了してから数年後まで、 新学部には常設の教室やオフィスがなかった。入学者数が大幅に減少した後、神学校は卒業生から新しい学部と施設への資金集めを開始した。新学部ホールは1869年から1871年の間にグレースホッパーカレッジの現在の場所に建設され、2つの教室、ウィング、礼拝堂ができた。 新しいキャンパスの建設の頃、ジェームズ・ M ・ホッピン、ジョージ・エドワード・デー、ジョージ・パーク・フィッシャー、レナード・ベーコンなどの新しい教師陣が到着した。最初の進学志望は1867年に授与され、学部は1869年に独立した、神学校になった。当時の神学校は、大学キャンパスの北端、プロスペクトヒルの頂上に、 新しいキャンパスが建設されることになる1929年まで旧キャンパスの向かいに残った。同じくニューヘイブンにある米国聖公会のバークレー神学校は1971年にイエール神学校と提携し同年に神学士号に代わって神学修士号を付与することになった。バークレー神学校は米国聖公会とのつながりを維持し続ける一方、その学生は イエール新学校のメンバーとして認められている。イエール大学のジョナサン・エドワーズセンターは、神学校の部門であり、1720年のイエール大学卒業生で、回収派新学者、ジョナサン・エドワーズに関する主要な資料資料の大規模なコレクションを保管している。宗教音楽院は、神学校と音楽学部と共同で運営していて、合唱式、オルガン演奏、声楽、 教会音楽研究、天礼研究、宗教と芸術のプログラムを提供している。2016年5月、アンドーバー・ニュートン人学校のマーティン・コペンヘーバー、学長はアンドーバー・ニュートンが今後2年間でイエール新学校と正式に提携するプロセスを開始すると発表した。2016から17学年度に、その教職員はニューヘイブンに移住し、 支持教団のミニストリー教育に焦点を当てたパイロットクラスを開始し、アンドーバーニュートンは、その後2年間はマサチューセッツ州でも活動も続けた。2017年7月に正式な提携が調印され、バークレー神学校との取り決めと同様に、イエール神学校内でアンドーバーニュートン神学校がより小さなユニットとして機能するようになった。ありがとうございます。